はいどうも皆様こんにちは、サソリコウモリです。じゃあインバヤマトンネルの続きからやっていきます。前回ここで見えない状態でトレーナー戦ったんだけれども、フラッシュ、そう、新しくヒーローという仲間を引っ提げて戻ってきたぞ。ヒーロー元ネタは調べて自爆するっていうところで、これはヒーローって名前でした。てか通常センターどうしだ。 OK 進もう。いや、急ぎ。ヒーローじゃちょっと役不足だ。今体当たりと嫌な音しか覚えてない。ここはちょっとポケモンバトルをしながらレベルを上げて進んでいくしかない。血液ショック出すぎちゃう、エンカウントしすぎ、ピカチュウの血液がチューチュー吸われてる。これやばいな。あ、弱く出た。弱く欲しい。弱く欲しい、どうしよう。弱く欲しいな、どうしようか。眠らせるポケモンがいればいいけど、眠らせるポケモンおらへんからな。ちょっとダネちゃんに一回変えて、あ、エドリギの種。僕の子ら、僕の子ら、よし、毒の粉を撒き散らしまくって相手の体力を調整していこう。もう何ターンかでいけるな。この次のターンぐらいでモンスターボール。ボロいね。何？あいつ死を選んだのか。何？ヒーローのレベルが上がっただけ。ああ、2回連続で出る。そうやろお前。ないわ。仲間に何に来てくれるんやった。それはそれで。体当たりを繰り返して、調整して、イワークを捕まえよう。いける。モンスターボール。何？強すぎんか、あいつ。しびれが効かへんから。捕まえたら捕まえます。それではここまでのご視聴ありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか？面白かったですかね？もし面白かったならば、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた別の機会でお会いしましょう。それでは。